はい、どうもジャップルです。今回もマーベルレジェンドのマーベル85周年のシリーズからこちらゴーストライダーですね、待望のフィギュア化であるダニエル・ケッチのゴーストライダーを開封レビューしていこうと思います。そして、以前ハズブロから発売した違うバージョンのゴーストライダー、さらにはトイビズ版のダニエル・ケッチゴーストライダー等も所持していますので、この辺と比較しながらレビューしていければと思います。はい、ではまずはパッケージの方から見ていきます。マーベル85周年のシリーズ、最近いろいろ紹介していますが、今回もそちらのシリーズからゴーストライダーということで待望のフィギュアになります。85周年のシリーズ、こんな感じでね、黒を基調としたボックス仕様になっていてめちゃくちゃかっこいいですよね。でこちらのゴーストライダーはダニエル・ケッチ、まあダン・ケッチとか呼ばれているキャラクターのゴーストライダーで、ちょうど1年前ぐらいに、トイビズ版のフィギュア当チャンネルでもレビューしたんですけれども、まあその時にもハズブロでリメイクされないかななんて言っていましたが、1年経ってね、本当に発売されて非常に嬉しいですね。ちゃんとバイクもしっかりね付属していまして、炎のエフェクトパーツ等入っていて非常に豪華なボックス仕様で、ボリュームのあるフィギュアになっています。裏面はこんな感じで、まあ、こんな感じでね、エフェクト使ってウィリーしたりとか、あとは細部もね非常に細かく作られていたり、開けるのが非常に楽しみなフィギュアですね。で今回は、輸入代理ハズブロジャパンになっていますので、トイザラス等で購入することができます。店舗によってはまだ、売っていると思いますので、気になる方はチェックしてみてください。もともとは、トイサピエンスでね、ホットトイズジャパンの方を予約していたんですけれども、発売が例のごとく遅いのでちょっとキャンセルさせていただいて、今回は早く買えるトイザラスで買わせていただきました。ということで今から開封して内容を見ていきたいと思います。フィギュアの方開封するとこんな感じになっています。本当にねパーツ数が多くて豪華な感じですけれども、まずはゴーストライダー本体と、あとこのチェーンの武器のパーツ、そしてハンドパーツ1セットで、バイクの方はパーツがちょっとバラバラになった状態で入っていまして、カウルやハンドル、ステップなんかは外してあるので少し組み立てる感じですね。あとはエフェクトパーツ、こちらと後ろにもパッケージがついていて、こんな感じでばらけて入っているような状態、すごいボリュームでね、これは遊ぶの非常に楽しそうですね。で後ろのこのね台紙も、今回の85周年のシリーズね、いろんなキャラクターのロゴマークがプリントされていて可愛いですよね。はい、ということで今からフィギュアの方ね、まずは本体ゴーストライダーから見ていきます。ではまずはゴーストライダー本体から見ていきます。こちらのゴーストライダーはダニエル・ケッチ、通称ダン・ケッチっていうねキャラクターが、ゴーストライダーになった姿で、90年代から登場した2代目ゴーストライダーですね。今までハズブロでバイク付きで発売されたりしてたのは、初代のジョニー・ブレイズのゴーストライダーが多かったです。単品で発売された方もそうですね。あとはコズミック・ゴーストライダーとかいうちょっと、異色のゴーストライダーとかが多くて、このダン・ケッチのゴーストライダーっていうのはやっとハズブロ版が発売されたといった感じで、本当に待望のフィギュア化ですね。90年代に登場ということで、意外と、ゴーストライダーはこのダン・ケッチ版の方が馴染みが深いっていう人も結構いると思います。それも理由もまた後ほど説明しますが、まあ、ダン・ケッチの、ね、ゴーストライダー、違いとしては服装がジョニー・ブレイズ版とはちょっと違くて、こういうねトゲがいっぱいついたコスチュームになっていまして、ちょっとパンキッシュで、まあ、時代を反映したようなね感じのコスチュームになっているといった感じで、あとはバイクの方もまた後で紹介しますが、少しねスポーツタイプで特徴的なバイクに変わっていますよといった感じですね。映画化された実写版のゴーストライダーは初代のジョニー・ブレイズですが、彼が映画の中で使うペナンスステアという、ね、ゴーストライダー特有の必殺技みたいな感じで、目が合ってしまうと自分自身の過去の罪が返ってきてダメージを受けるっていう食材の目っていうペナンスステアっていう技がありますけど、それは実はねこっちの2代目ゴーストライダー特有の技だったんですよね。後にジョニー・ブレイズも結構後に使えるようにはなりますが、本来はこのダン・ケッチゴーストライダーの技でしたよといった裏話もあります。あの技めちゃくちゃ強くて、ギャラクタスもあの技食らうと逃げちゃうぐらい強力ですってな感じのゴーストライダーがこのダン・ケッチバージョンですね。こちらのダニエル・ケッチゴーストライダーが日本でも結構馴染み深い理由の一つに、90年代に翻訳コミックが小学館プロダクションから発売されていたんですよね。
あの X メンとかと同じ感じで発売していたんですけど、こちらの1巻からのストーリーが、完全にダン・ケッチがゴーストライダーになる話の最初から読めるということで、これを読んだ方とかには結構ダン・ケッチも、ね、ゴーストライダーとして印象が深いかなと思います。でね、こちらのコミックめっちゃ個人的におすすめで、まあ、3巻までで、ね、もう打ち切りになってしまって非常に残念なんですけど、この3巻がですね、ここにパニッシャー映っているんですけれども、ハーツオブダークネスというクロスオーバー展開で、なんとダンケッチゴーストライダー、そしてウルヴァリン、パニッシャーの3人がチームを組んで、マーベル VS カプコン等をやってる人はみんな大好きなブラックハートと3人で共闘するっていう、ね、めちゃくちゃ熱い展開の、コミックになっていますので、まあ、ぜひこの、フィギュアを、ね、手に取った方とかにはちょっと読んでみてほしい。まあ、今だったら結構ねトレンドに入る3人だと思うので、ぜひぜひ読んでみてほしいです。このコミック結構ね、あの今でも探せば安く買えると思うので、マンダラケとか古本屋さんとかで見かけるかもしれないので、ぜひチェックしてみてくださいといったお話です。はい、ということで、フィギュアの紹介に戻りますが、フィギュア本体はね本当に新しい素体も使ってくれていて、めちゃくちゃかっこよく仕上がっていると思います。まあ、ボディの、素体もちろんピンレスのねちゃんと最新のものになっていて、まあ、引き出し関節等はついていませんが、まあ、あのバイクにはきちんと乗せれるみたいなので問題ないかなと思います。特徴的なのはその先ほども言いましたスパイクですね。体の至るところについているんですけれども、デザインとしてちょっとね左右非対称な部分、足とかこの手の甲とかそういった部分もねしっかり再現されていて素晴らしいですね。この体に巻いているチェーンも別パーツになっているので外すことも可能ですといった感じなんですけれども、一つね気になったのは顔ですね。顔に関しては以前発売されたマーベルレジェンドのジョニー・ブレイズ版ゴーストライダーの流用ですね。これは、まあ、色味が全然違うのでパッと見は本当違うものに見えるんですけど、多分比べた感じ一緒っぽいです。このクリアパーツになっている炎の部分とかもパターンが全く一緒なので、まあ、ここは残念ながら流用だったなと。まあ、違いとしてはね、この首の骨の部分とか、前は塗装されてなかったんですけど、今回はきちんと塗装されてたり、ペイントが全然違うので、印象はだいぶ変わってくるかなと思います。実は僕、このジョニー・ブレイズ・ゴーストライダーもう一体持っていまして、こっちが単品販売バージョンですね。で、こっちがバイクとセットの方。そして今回のダニエル・ケッチ版ということで、3つともねおそらくヘッドパーツはこれ一緒だとは思うんです。炎のパターンは全部一緒なんで。ですがなんかこいつだけ顎がなんかちっちゃく見えるような気もしたりするんですが、まあ多分それは整形のなんかの関係でちっちゃくなってるだけで、造形自体は全部同じなのではないかと思われます。あと気になったのがこっちの2体ですね。なんかね多分成形の処理でここに線が入ってしまってるんですよね。どっちもちょっと見えにくいんですけど、まあなんかバリみたいな感じで、まあ別パーツはめてるとかではないんですけど、結構ね実物見ると気になる線が2つとも同じ部分に入っていますが、今回の新しい方は、その線もなくかなり綺麗に処理されているといった印象で、でまあさらにこういうねウェザリングというか、まあ骨のこう汚しみたいなの と、目の奥の炎ですね、これがもう過去一綺麗にプリントされていてめちゃくちゃかっこよく仕上がっているので、やはりねプリントの技術等はもう最先端をいってると思うので、まあ、今回のゴーストライダーが顔は一番かっこいいかなといった印象ですね。続いて付属品こちらですね。先に炎がついているチェーン、これもかっこいいですよね。ちゃんとね先っぽがクリアーパーツになっているのも素晴らしい。造形が普通に単純にめちゃくちゃかっこいいんですけど、これも以前のバイクのジョニー・ブレイズ・ゴーストライダーについていたものの流用になっています。で、一応ハンドパーツ開き手がついていますので、こんな感じでね付け替えると非常にかっこいいですね。ボディについていたチェーンはこんな感じで外すことも可能ですので、まあ、付けたり外したり、まあ、自由に使いましょうといった感じですね。ハンドパーツは、この持ち手が武器も持ってるし、バイクに乗せる際も使うものだと思いますので、左右ついているといった感じで、右手にあとは握り拳がついていますね。なので付け替えて遊べますよといった感じです。ということで、今から、バイクの方を見ていきたいと思います。はい、ということで、バイクを組み立てるとこんな感じ。めっちゃいいですね。これかっこいい、本当に。組み立てるとは言っても、このカウルとハンドルとステップをつけるだけですので非常に簡単です。
で、このねエフェクトちょっと一回外しますが、これねエフェクトといっても台座的な意味合いが強いので、まあ、外すとこんな感じのシンプルな、ね、バイクになりますけれども、造形がね、まあマーベルレジェンドバイクセットいろいろ出ていて、僕も全部買ってるわけじゃないのであれなんですけど、過去一これ気合入ってるというか、かっこいいしリアルで素晴らしいなと思います。まずこのカウルのねダメージ加工がめちゃくちゃいいですね。なんかこういうの今までなかったなと思ったんですけど、すっごいリアルでなんかやたら気合入ってるんですよね。でハンドルのこのケーキ類もプリントですっげえ細かく再現してくれてて、なんかすごい気合入ってますよねこのバイク。もちろんタイヤはクリアパーツで転がし走行可能といった感じ。このステップはこっちかこっちどっちか好きな方でつけましょうみたいな感じみたいです。でね、このタンクにあるボタン、これなんていうんですか、蓋、ガソリンキャップ、キャップか、ここが変身のスイッチになってるっていうね感じで、ダンケッチゴーストライダーってねヒーローチックでかっこいいんですけど、なんかゴミ捨て場にあったスポーツタイプのバイクのここを触ったら自分がゴーストライダーになってバイクも変身するっていう、こう変身スイッチがあるって、アメコミヒーローだと結構ね珍しいですよね。ちょっと日本のヒーローみたいな感じで、それもちゃんと再現されているといった感じで、めちゃくちゃかっこいいですよね。そしてこのエフェクトがいいですよね。これも結構ね台座的な意味合いもあって、まあ、外すと転がし走行したりして遊べますけど、ちゃんと置く場合はここのね台座に設置するといった感じで、すごいねしっくりくる収まりがいい、このエフェクトパーツになっているので、飾る際はこんな感じになります。そしてねさらにもう一個付属していまして、こちらをこの底面の、こうかな、こんな感じでつけて、この後輪用の台座を使えば、なんとねこんな感じでウィリーした状態で飾ることができると。これがやばい、めちゃくちゃかっこいいです。これあのゴーストライダー乗せてない状態でもすごい迫力があってかっこいいので、これね乗せたらえらいことになりそうですね。これは素晴らしい発想だなと思いました。安定感もすごくありますね。ということで今からねゴーストライダー乗せていきたいと思います。はい、ということでまずは普通に座らせた状態でゴーストライダー乗せるとこんな感じ、めちゃくちゃかっこいいですね。やはりねバイクにかなりボリュームがあって巨大なので、6インチフィギュアを座らせても全然違和感ないですね。素晴らしい。これはまた後で紹介しますが、トイビズ版のこのねダニエルケッチゴーストライダーのバイク、ちょっとちっちゃくて違和感あったので、そういった部分はあの完璧に修正されているなといった印象ですね。で、ゴーストライダー自体のね稼働範囲ちょっと詳しく見てませんでしたが、まあ、平均的なマーベルレジェンドの稼働範囲の素体ですので、まあ、肩にバタフライジョイント等はついていませんでしたが、こんな感じでしっかりと登場させることが可能です。まあ、座ってハンドルを握らせても違和感ないですね。かっこいいです。で次はねウィリー状態で乗せてみようと思います。ウィリーさせるとこんな感じ、めちゃくちゃかっこいいし、なんかでかく見えますね。スタチューみたい。これすげえわ。これはめっちゃかっこいいですね。いやこれで飾りたいんですけど、果たしてフィギュア棚ねこいつが置けるかどうかっていうところはちょっと不安ではありますが、まあ、とんでもないボリューム、さらにはしっかり乗せれてエフェクトもかっこいいし、もう完璧なゴーストライダーですね。これはやば、めちゃくちゃかっこいいです。はい、ということで過去に発売されたリメイク元のダニエルケッチゴーストライダートイビズ版と並べるとこんな感じです。めちゃくちゃ違いがね見て取れると思うんですけれども、いや本当に進化を感じますね。こちらのフィギュアは2002年マーベルレジェンドシリーズ3、本当に初期の頃にラインナップされていたフィギュアですので、まあかなりね実験的な時期でしたよね、マーベルレジェンドも。なので稼働とかも結構独特だったり、体のバランスとか、まあ、あと特に気になるのはこのバイクのサイズ感かなと思います。昔のやつめっちゃちっちゃいですよね。これ理由があって、まあ、バイクっていう意味合いと、もう一つこれ台座的な意味合いが強くて、ほんとおまけなんですよね。後ろを見てもらうと分かるんですけど、ここに
画鋲とかを引っ掛けて壁に飾る用の穴がついていますので、本当に飾るのに使ってくださいっていう要素が強くて、なので、まあ、ちょっとねちっちゃく作られているのかなといった感じで、まあ、その辺を完全にね今風に落とし込んでリファインリメイクしたのが今回のダニエル・ケッチゴーストライダーかなという感じでね、22年経ってここまで進化して本当嬉しいですし、まあ、こっちも買っといてよかったなと思いました。この進化をね肌で感じることができたのでめちゃくちゃ最高ですね。はい、続きましてこちらが2018年に発売したデラックスボックスセットのジョニー・ブレイズ版ゴーストライダーとバイクのセット。このフィギュアそんなに古いんですね。結構最近、まあ、2020年ぐらいに発売したような気がしてましたけど、2018年ということでね結構前ですね。このフィギュアとブラックウィドウとバイクのセットがそのバイクとフィギュアのセットっていうシリーズの一番最初でしたね。でこれが出て後ほど、コズミックゴーストライダーとか、あとパニッシャーとか、まあ、デッドプールとバイク、スクーターのセットとかいろいろ出ましたけれども、まあ、今回待望の、ダンケッチ版が発売したので、やっとこの2体をねバイクに乗せて飾ることができるようになったといった感じで、これは本当に感慨深いですね。こっちのフィギュアもね2018年とはいえめっちゃかっこいいですね。この炎のエフェクトとかめっちゃいかついですし、ちょっとねこれ邪魔すぎて普段飾るときは実は外しているんですけれども、バイクのデザインが、ダンケッチの方と違いまして、まあ、アメリカンタイプで車高が非常に低くなっているので、こう並べたときもねかなり違いが出て面白いですよね。ゴーストライダー自体はさっきも説明しましたが、こっちの単品版が発売してからこのバイクセットが出たので、ちょっとカラーリングが変更されてたりといった感じなんですけれども、これはぜひね棚にこの2人ねこんな感じで並べて飾りたいんですけれども、まあスペースがあるかどうかっていうのをねちょっと精査しないといけないですが、この並びは本当に最高ですね。ゴーストライダーとパニッシャー、ウルヴァリンの3人でチームアップしたハーツオブダークネスで並べるとこんな感じです。やっとねハズブロでこの3人並べて再現できるの非常に嬉しいですね。で今度ねこの3人が戦った宿敵ブラックハート、ハズブロからついにねビルドフィギュアで発売しますね。僕はこのトイビズ版が非常に気に入ってるので、ちょっとビルド版買う予定はないんですけれども、まあ、今回のねこのダニーゴーストライダー買った方とかは結構ブラックハート買って一緒に並べたいっていう人も多いんじゃないかと思います。まあ、そのシリーズも結構面白いんで、僕もあの中だと、ヘルバリン、あとドラキュラ、あとはムーンナイトあたりも気になってるんで、まあ、もしかしたら購入するかもしれないんで、その際はまた動画で紹介できればと思います。はい、ということで最後はマーベルレジェンドツーリングオフ会で終わりたいと思います。結構バイクとセット買ってましたね。5個ぐらいありましたけど、まあ、こういったバイクとフィギュアのセット昔から発売していますが、今回のねダニエル・ケッチ・ゴーストライダーはそういうフィギュアの集大成になるかなと思います。本当にバイクもフィギュアもクオリティが高くてねめちゃくちゃおすすめなので、まあ、トイサピエンスね今後また入荷すると思いますけれども、トイザラスの方まだ在庫残っている店舗あると思いますので、オンラインストアで、在庫がどこの店舗にあるかって一応は調べられるみたいなので、気になる方はチェックしてみていただければと思います。まあ、あと85周年のシリーズ、あとはスーペリアスパイダーマン、ウルヴァリンも購入予定はありますので、購入した際はまた動画の方で紹介できればと思います。ルークケージとアイアンフィストもね買えたら買いますので、その際は、まあ、ちょっと遅くなるかもしれませんが動画内で紹介したいと思っております。でこちらのフィギュアとちょっと関係ないんですけれども、先日初 YouTube ライブをしてみたんですけれども、ちょっとそれはテスト的な感じでねゲリラ放送したんですけど、意外と人が集まってくれまして、本当にねその時来ていただいた皆様ありがとうございました。で楽しかったので今後も定期的にやっていければと思っておりまして、また次回放送する際は、YouTube のコミュニティの方と X の方で事前告知しますので、まあ、お時間ある方はぜひ見に来ていただければと思います。あとは基本的にアーカイブ残しておくので、そちらもご覧になっていただければと思います。まあ、今後ね何の話するかとかいろいろテーマ募集したりとかしてやっていけたらと思いますので、まあ、主にフィギュアの話とかになっていくと思いますけれども、そっちの方で開けれてないフィギュア開封したりとかの予定もあるので、ぜひご覧いただければと思います。はい、ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ジャップでした。一応ゴーストライダー
こんな感じで棚に飾ることはできましたが、まあ、ウィリーでね飾っちゃうとさすがに後ろのフィギュアたちが見えなくなってしまうので、まあ、こんな感じで収めようと思います。まあ、めちゃくちゃ場所取るけどかっこいいっすね。ジョニー・ブレイズとダン・ケッジ並んで飾れたのはかなり満足度が高いですね。